皆さん、こんにちは。浜学園の松本です。今週も朝日小学生新聞の記事をもとに、一週間の主な出来事や注目の記事を解説するカレトピをお届けします。えー、っとですね、梅雨空というんでしょうか。えー、まあもちろん梅雨に入ればですね、えー、雨が多く湿度が高い当たり前だと。で、当然、えぇ、ー、田植えなんかが終わった後ですね、えー、水なんかもいるから、 えー、梅雨に雨が降らないのも困るんだとね難しいですね降りすぎるとまた自然災害になりですね線状降水帯ですね最近ね入試なんかでも聞くようになりましたがこういうのも含めてですね、えー、起こるのは困るだからといって、えー、空梅雨なんていうね、えー、降らないのも困る、ね、人間って勝手なもんな気がしますが、ねえー、やはり増水などですね あの晴れた時でも前日が大雨とかだとです、ねえー、山の方から流れてくる川なんかは増水したりしますので、ねえー、そういうのも気をつけながらお、ねえー、過ごしいただけたらと思うんですが実はあ、この週が6月4の日,曜日からの週でご覧いただいていると思いますので、えー、この週末ですね、週末えー、6月10日。 あのほとんど意識することがないと思っているんですが、えー、時の記念日というのをお聞きになったことあるでしょうか6月10日なんです、時の記念日でも、なんか変な感じですねあの例えば、えー、11月22日はいい夫婦の日とか、えー、11月29日、いい肉の日とかね、えー、なんかこう こじじつけ語呂合わせがよくある感じですね記念日ってねなんですが実はこれは違いまして、まあ、正真正銘という言い方がいいかどうか分かりませんけど、えー、本当に、まあ、ある面記念日なんです、えー、こんな形になっています日本のですね、えー、最初のまあ歴史書、まあ、有名なのは「古事記」とこの「日本書紀」というんですが日本書紀の中でですねこんなことが書いてあります有名ですね天智天皇 中野大江の王子百人首なんかのね一番最初の和歌なんかもこの天智天皇の歌だったりしますが、えー、有名な大化の改新っていうのを行った、ね、中心人物中野大江の王子が、えー、滋賀県のです、ね、大津の宮滋賀県は近江の国といいますね近いに江戸の絵と書きますね近江、えー、の国。 近江大津宮で、まあ、天皇になるわけですがこの天智天皇が牢獄あの「漏れる刻む」と書いてあります、まあ、要は水時計です,ですね、えー、水が流れてきて溢れることで次のところに溢れ出るこれで時間を計ったんですね、えー、日本で初めて、えーまあ、時計がというわけですが金を打って国民に時間を知らせた日 あのいわゆる支配者っていうのは、まあ、部下、お役人国だったらお役人これの時間を管理することこれが支配するとこういうことだと、まあ、今時だったらそんなことは、ね、関係ないような気がしますがいわゆる昔々古代だとその自分に従う人たちの時間をコントロールする管理するこれが支配者ということなんだそうです。 お前はこうしろとか何をしろとかこは要はその人の時間を使おうとしているわけですねこれが支配者だというならこの日本で初めてこの時計を使った時間を管理した人々に時間を告げた、ね、これはすごく本当はですね記念すべき日だったのかもしれません。 それがまあ6月10日今でいう6月10日にあたるということで、えー、6月10日を時の記念日なんて言ったりしますでその近江、大津の宮、まあ、そのはっきりここちょっとわからない部分発掘調査も今も進んでるんですが、えー、滋賀県の大津市にです、ね、近江神宮近江神宮あの百、ーえー、人一首の協議会ありますねパーンって取ってるあれですね あれが、あの、行われることでも有名ですね、えー。映画化されたりもしましたね。あれがあるところでも有名なんですが、えー、それをですね、もう3年前ですかね、えー、に行った、大見神宮の写真です。結構立派なんですね。あの、立派な、あ,まあ神社なんですが、その一角に、一角に、まあ、大見神宮のあたりに、大見大津宮があったはずだというわけですね。 いわゆる牢国をですねもう当然こんな通りというわけではないんですが、えー、水時計をですね、えー、まあ作ってですねでこの天智天皇が時を刻んだ時の記念日こういうのをお記念したものが境内の片隅にあったりします、えー、きっと6月10日には何かイベントかなんかをされるんだろうなと思いますが、えー、6月10日時の記念日天智天皇ね 大活躍歴史上の、ね、スーパースターなわけですが、えー、こんなこともして時間を測、まあ、ったというか、ね、こういうこともしているという人物だというふうに思っていただくとでもし、ね、行く機会があったら大江神宮行ってみてくださいあの境内の片隅にこれがあって別のところにです、ね、あのなんてう社務所みたいなのがあってです、ね、そこで、えー、いわゆるあのカルタ大会が行われる場所だったりするんだそうですよ。そういういのもあったり 百人一首のね、札が大きくですね、えー、境内というんでしょうかにこう飾ってあったりします趣のあるとこですから行ってみて、えー、られてはいかがでしょうかということをオープニングこれぐらいにしておきましょうかでは、えー、本編いきましょう1週間のおさらいと注目の記事に移りましょう、えー、では今週は先週1回お休みいただきましたので 1>, えー、1週間前のです、ね、5月21日日曜日の2面と3面なんですが2面の分使いましょうねニュースあれこれ週末版の部分で、えー、まずです、ね、経済ですかね、えー、4月戻ってきましたね日本に来た外国人客は194万人、あのー、もう明らかです。 えー、今年はですは、ね、私、週に1回名古屋教室に授業に行くんですけどもう新幹線、それから名古屋駅、京都駅で降りる人新大阪駅もう明らかに外国人観光客ですね、多くなりましたね、あのまあ、やっぱりね、まあ、授業、平日に行ってるもんですから。 あのー、日本人観光客がまあ平日にいっぱいってなかなかなさそうなのでやっぱり外国人観光客の方が目立ちますね一時、あのー、本当にゼロになってた感じしましたが、えー、戻ってきたなという感じはします、ねええー、訪日外国人の動き、あのー、2000年代,2000年代これはやっぱりですね えー、日本のですねある面経済というんでしょうかね支える一つの大きなものにはなっていくわけですねあのそれ以前はですねあまり日本っていうのは外国の観光客いっぱい来てくださいねっていう感じではなかったんですねただやはり、えー、その収入ですね外国の人が来ていただいて、えー、宿泊もそうお土産もそう観光もそうお金を使ってもらう まあ、いわゆる外国人観光客のことも指すしその使ってくれたお金による収入もインバウンドっていいますねインバウンドこれがやはり必要だとこれからは大事だということで日本にはたくさんの,です、ね、あの外国の人があ興味を持つような観光地もあるじゃないかということで増やそうとしていきますもう順調に増えていくんですね,ねえ、えーまあ、大きなこの2000年代の流れとしては 2008年にあのリーマンショックアメリカの、ね、リーマンブラザーズという投資銀行といいますがの破綻をきっかけに、えー、世界的な景気後退、ねえー、が来る景気が悪くなっちゃったんですねそうすると当然、えー、人物動きが悪くなりますから、えー、ずっと伸びてきたところが一瞬カクって下がるわけですね ただ、えー、そこから復活し始めると当然、日本もたくさん来てくださいねって言ってますからまた増えていく中で今度は東日本大震災が起こりますここでカクッと落ちるんですねただ、そこから以降はですねもう国も全面バックアップしながらやりますのでどんどん増えていきますどんどん、まあ、きっとですね東南アジア、中国などのですね えー、国々の経済力が上がったことも大きかったんですがそれによっていわゆるインバウンドがどんどん増えていきますすごい増え方するんですねですよねだって2010年は860万でしょ2020年あごめんなさい2019年で3100万200万ぐらいになりますから10年間で4倍ぐらいになってますもんね大きいですね で当然もっと大きくなるだろうと思ったのが2020年に東京オリンピックの年だったんですねだからこの年にはなんと4000万人を目標にしてたんですあの行くと思ってましたあの教えてても4000万ぐらいいくよねって思いましたもんですが、えー、その年ですね、えー、コロナによって東京オリンピックが延期になるなどがありガクンと減ります 2021年はなんと25万人ぐらいまでになっちゃう一時3200万人ぐらいまで行ってたのが25万人もうほぼゼロに近いような数字になってしまうねでこれが、えー、2022年には380万 これでもね一時3200万ぐらいまでいったことを考えれば80万でも決して多いとは言えませんがそれが今年4月だけで194万ですから、ね、去年の半分ぐらいを1か月でいってしまっているという、ね、かなりの戻り方をしてきたなという感じ見受けられます。ね、えー まあもちろんね、あのコロナの今後の状況とかいろんなものもあるんでしょうけれども、また、インバウンドというのが非常に目立つ時期に戻っていくという感じはします。それからもう一つ、これはもしか、どうでしょうね、皆さんに、ね、は身近かどうか、ちょっと自信がなくなりましたがね、最近ね、えー、社会というところで、郵便物減って、ポストの数も減るかも。 どううでしょう皆さん、こうお手紙を郵便ポストに入れるっていうことってあありますかあのご自分のお家のねポストにねあの入ってるものを見たり取ってきてって言われたりねこういうのはあると思うんですが自分で入れるあの赤いやつに。ですねっていうことってやっぱり減ってるんですよね、きっとね。ねええー、こんなあ統計出してみました。郵便 物それからあの、U パックなどと言われるようないわゆる荷物ですね、えー、レターパックみたいなやつもそうだと思うんですがの引き受けですね。えー、ている数が、えー、日本郵政グループさんのホームページにも出てましたので出してみました。えー、2019年、えー、いわゆる郵便物まあ合計するとね荷物と合計すると、えー、2000万 89万3118件ですかねということになるんだと思うんですが2000万件で、ね、郵便物が、えー、1600通でしょうかね600万通ということでしょうこれがもうすでに前年から2%ぐらい減ってるんですがさらに2020年,2020年、えー、2019年に比べると 6%ぐらい郵便物だけでいくと7%ぐらい減ってるわけです、まあ、きっと2020年はあコロナのね対応なんかでリモートなんていうのがあ非常に盛んになるようになっちゃいましたから、ね、手紙というよりはあもうそういうのでやり取り、ね、これまでは顔が見えないなんていうのがあったかもしれませんが顔も見えるようになっちゃいましたからそういう意味では手紙は減ると。 まあ、SNS なんかの発達にもよりますから、えーまあ、世の流れといえばそうなんですがあのポストも必要なくなってくるのではないかというわけですねで当然ですね、まあ、郵便以外でもですね、えー、いわゆる宅配便と言われるようなものがあの運ぶ人が不足したりするという悩みも抱えているこれもよく最近聞く話ですよね だからあの何度も何度も留守の時に届けるのをやめる、ね、こういうのも考え日本ってすごく丁寧なんですねそこはさすがで、えー、なんですがそういうのもやめるとこういうふうになってきているでその中で実は、えー、どううでしょうお父さんお母さんの世代と今の小学生の皆さんの世代と漢字が違うところがまあね まあ郵便局があってね郵便ポストがあってねって、まあ、か変わらないってのは変わらないんですが実はその郵便を配達してくださったり扱っているところというのが、えー、変わってきてるんですねきっとお父さんお母さんと今小学生の間にそこにあの溝があるんですね実は200年2005年2005年郵政民営化当然もともとは国がやってたんですね明治時代に。 前島ひそかという人物が、まあ、郵便制度を確立するわけですねそこから国がやってきたわけですねでそれを民営化しようと国ではなくこういうふうにしようという関連法が成立しますそして2007年には郵便、えー、郵政事業ですねの民営化があ、まあ、実際やられたわけですねで今こうなってます 大きく大きく日本郵政株式会社というのがまあ親会社の形で存在しているまあわかりやすく言うとですねなので日本郵政グループと言われるんですがその中の主なものとして日本郵便株式会社それから株式会社郵ょ銀行それから株式会社かん方生命保険こういう会社があります これ何ですかというと、もともと国がやってた時代、郵便関係をですね、その時にああの、郵便局、郵便局には3つのお仕事がある。これを郵政3事業と言ったんですね。つまり、手紙なんかを運ぶ。ですね。あるいは、あ小荷物,、ねえー、荷物ですね。これを運ぶ。ですね。それから、銀行。郵便貯金というやつですね。 そしてもう1つが簡易保険、簡易生命保険、官保って言ったんですね、この3つがあー郵便局のお仕事、こういうことだったんですで、それぞれを会社として独立させたんですね、要は、えー、簡易保険です、ねえー、は保険会社、民間の保険会社と要は競争するとで、銀行は銀行で競争する、国がやってるから強いんではなくって、競争しなさいと。 こういう話だったんです。で、それぞれ民,民営化されるんですが、えー、日本郵便、お手紙を配達する。ですね。まあ、UPAC なんかを配達する。この日本郵便株式会社だけは、えー、やはり国というものが、やはりまだ、えー、持つですね、株をですね。つまり、国のもとで動いている部分がある。なぜか。 なぜかこれは、えー、民営化するということは国ではなく民間企業になれば、えー、競争にさらされて利益を上げなないいと会社は潰れれるかもしれないわけですねそうすると当然ですが儲けにならないお仕事はできるだけしないようにしないと損ばっかりしてたらダメなんですね。 でも国がやってる場合はいやそれは国民の皆さんのために必要だっていうことで例えば税金なんかでカバーしてくれたりできるわけですねするとこのお手紙関係の日本郵便株式会社を完全に民間企業化してしまうと民営化するとじゃあ例えば過疎の村に一通の手紙これは今だったら バイクとかでねわーっておばあちゃんとか言って運んでくれたかもしれないけど民営化してしまうといやもうそれは駄目だとそんな無駄なことしちゃダメ。あるいはものすごい値段を取るか日本は日本国中はがきとか送るにしても同じ値段で行くんですねどこであの変な言い方したら隣に出そうがはるか彼方の遠い例えば沖縄から北海道に出そうが値段一緒ですからね こんんなななサービスなくなるんですね例えばそれが遠く離れた島いやもうそんなところには郵便運べませんなんて言うと途端に困ることが出てきますのでこれはしばらくはまだ完全に民営化することはできないこういうちょっと色分けがあります。ですね、あのサービスを効率化ばっかり求めてしまうと、えー、困る人たちが出てくる。 ここういういところがありま,すまあただそうはいながらもねやっぱり手紙の数は明らかに減ってるでしょうからね、えー、ポストを例えば維持するとか、えー、古くなったので新しくするとか難しい時代にこれは、うん、スマホがね、えー、普及したために公衆電話が撤去されていってるのと同じ部分でしょうね。ということが起きています。だかかからららもしかしたらこれからですね ここに郵便ポストあったのになっていうところが気づけばなくなってるなんていうことが起こるかもしれませんでは次、えー、今度は5月28日日曜日の2面と3面ですね、えー、ニュースあれこれ週末版を確認してみましょう、えー、G7 ですね、えーまああのー、ゼレンスキーさんですね、えー先々週の時は あの撮影してからです、ね、急遽来ることが決まってたなんていう話だったのでというのがあったと思いますが、まあ、大きな話題としてゼレンスキーさんそれからあー広島の、ね、原爆の資料館であったり記念公演で、ね、喧嘩されたりです、ね、そういう部分も注目されました、えー、結局です、ねあの、話し合った内容当然、世界に発信するわけですが当然、こういうのを出すとね、あのー 賛成反対というかね、称、えー、賛と批判と両方出てくるのは、まあ、仕方がないところではあるんですがやはり、えー、新聞のとこの書いてまとめただけですがウクライナの話は当然ですね。えー、また新たな段階に今入っている感じがしますのでね、あのうん、ね拡大しないこれが、ね、少なくとも終わりに向かっていくというふうにはなってほしいもんだなと。 で核兵器について当然コメントするそれから、やはり今あ世の中いろんなものの物価高それからあ資源ですね、えーまあ、当然、資源って偏りがあったりもしますしね、えー、こういう戦争関係があると一挙にです、ね、物流といいますも、ね、のの流れがおかしくなったりしますそれをおーいわゆる作って、えー、売ってと、まあ、言うたら生産者から消費者までの間の道筋ですね。 これをサプライチェーンというね、こんな言葉もあ,のあまり小学生の皆さん聞いたことないとは思うんですが、ね、サプライというのはあの供給、売るとかです、ねえー、運ぶとかこういうので消費者に届けたりこういういサプライって言います、ね、供給という言い方になります難しいですけどね、えー、これが作る生産者から消費者までの間をつないでいるということでチェーンですね、サプライチェーン。 こういうのも、えー、やはり世界の、ね、大きな貿易の金額を誇る国々の集まりですからこれをきっちりとしていくです、ね、こういうのもあの影響力としては非常に大きい金額が大きいですから、ね、動いているものというところだと思いますそれから、えーまあ、デジタルこれもお、ね、あのそれぞれの担当の大臣がしっかり話し合っていくそれからあジェンダーこういう言葉もね あのジェンダーレスですね、えー、性別の違いというものですねこういうよなのの,の、まあ、差別であったりいろんなものというのがない世の中にしなきゃいけない、まあ、そう言っている日本がまだね遅れてるって常に批判されたりしますがそういうのも解消していかなければならない。 当然、今、世界、えーね、動かそうとしている国の一つに中国です、ね。えー、こういうところの話し合いが行われましたよ。1、まあ、回、さらっと目を通しておいて、えー、聞いたことあるなぐらいの感じにしていただければと思います。で、次です。えー、今度は社会ですね。女、え、川、ー、原発の差し止め請求、退ける判決。えー 当然です、ね、まだ東日本大震災に伴うです、ね、原発事故の影響です、ね、完全に復興というわけにはいかない中ですからその中で原子力発電所を再稼働するこういうのに当然、賛否出てくるわけですその中で女川原発というです、ね、あまり聞き慣れないものかもしれませんのでそれを確認してみようかなと。 えー、いわゆる東北地方なんですね、えー、特にあの福島第一原発の事故をです、ねえー、身近なものに感じておられる地域ですから、えー、その地域の原子力発電所を確認してみましょう青森県に、えー、東通原子力発電所というのがありますあの一番北の端に大間あのマグロ漁なんかで聞いたことがある大間ですが、えー、建設中だったりしますね えー、宮城県に女川原子力発電所そして福島県第1第2原発があったりしますがえー、あの女川原子力発電所仙台から見たらねこのまあこの地図で見たらすぐそばになっちゃいますけど、えー、いわゆる忍鹿半島の付け根辺りにありますなので、えー、半島を挟んで反対側のところには石巻 なんていうね漁港でも有名な町があります当然原子力発電所事故が起こる可能性というものがありますから、えー、当然大都市のすぐそばでそういうわけにいかな、ね、い火力発電所とかね都市部にあったりしますし今度は水力発電所は山奥ですし、えー、原子力発電所は要は人事故が起こった時の影響が少なくなるような場所 まあそれでも、ですねやっぱり近いですね、ここでもし、えー、事故なんかが起こったときには、ねまあ、地形図なんかを見ても、周り、ね、あの半島部ですから、えー、山、山、山に囲まれたような状態のところにあることはあるんですが、当然、ですね、えー、近くの人たちです、ねえー、福島第一原発の経験がありますから、えー、それに対すると。 いいううとととこころでは不安感を感をじるになるかと思いますであの冷やす、ね、冷却水というのが必要ですから海辺であるというだから山に囲まれて、ね、海辺にあるとこういうスタイルのところになるです、ねえー、というのは間違いないから、まあ、今後の動きもまた見て頂ければと思います。で あの3面のところでもう1個社会というところに韓国の視察団福島第一原発を訪問って書いてあるんですあの要は、えー、今、福島第一原発ですね、えー、事故の後処理をしててそのおいわゆる冷やしたりですねたまった水なんかを処理して海に戻そうとしてますねこういうのをやはり近隣の国々ですね海にそんなの流されたらと。 こういうのもおまだいまだに、えー、このお福島第一原発の事故というのはまだまだま尾だまだを引いている当然あの、ね、早く終わらせたいといって、ね、その処理したいわゆる放射能なんかを、ね、含んだような水を流してるんじゃないかという不安感です、ね、こういうのを視察しに来ているこれは、えー、やはり原子力発電所ですねあの,おの運用 要とううんでしょうか非常にあの慎重にもならなければいけないというのを表しているんだろうと思います。えー、最後に科学というところでう、えーまあ、嬉しいニュースというんでしょうか、えー、石川県の白山手取川というです、ね、地域が、えー、世界ジオパークに、えーまあ、認定されたとこういうことになります。日本で10 目になります。ちょっとね、ルールが変わったので、えー、あれなんですが、えー、ユネスコ世界ジオパークと今言います。2015年のところから、えー、ちょっとルールが変わったんですね。それまでも世界ジオパークって言ってたんですが、あの、ジオパークっていうのは大地の公園、あの、世界的に地質とかね、こういうので珍しい あるいはこれまでの地球の歴史なんかがね、えー、見て取れるようなでそれをおやはり残していかなければこういうところを認定登録している保護したりです、ねえー、しているこういうところになるわけですで、えー、今10件と言いました日本のユネスコ世界ジオパークです、ねえー、を挙げてみてますす,、ね、すごく国際的にその地質とかの価値がある。 日本なんていうのはあいわゆる火山帯の一部を構成したりしてますから非常に活動がです、ねえー、活発なあ場所ですので、ね、この地質的にもきっと、ね、そういう意味では、えー、その歴史的な動きであるとかこういうのは色濃く残しているかもしれませんね,ね、えー、北海道に、えー、アポイ岳それから東爺湖薄山噴火してねというこういうことですよね 伊豆半島、まあ、温泉もありますから、火山たくさんあるとこですね。で、糸井川、フォサマグナですね。フォサマグナ。それから、沖山、えー、三海岸、島原半島、阿蘇、阿蘇、ねね。カルデラがありますからね、そ空は、まあ、そうでしょうね。それから室戸、えー、リアス海岸なんかがありですね、えー、独特な海岸地形を持っている。そこに、白山、手取川、まあ。手取川、もしかしたら、 歴史好きといううでしょうか戦国時代好きの人にとってはね手取川の戦い手取川の合戦なんていうのがあったりしたんですが、えー、白山というのは、まあ、ちょっと信仰の山ですねあの神がいるようなねえ両、ー、白山地両白山地というのが、えー、石川県福井県と岐阜県の境目ぐらいですかねのところを両白山地というのが走ります。 えー、ここ昔ながらの地層地質が見れるのが一つはですねすぐ、まあ、福井県のとこには、えー、あれがありますよね恐竜博物館勝山ですかねありますので、ね、実はこの白山の辺りというのは、えー、恐竜の化石なんかが出てくる地域でもあるんですね。こういういいのもすごく珍しいというふうに言われています。 えー、2週間分です、ねえー、まとめていった形になりましたがいろいろ、ね、スポーツであるとかあ、ね、いい季節にも、ね、これからなろうとしてます暑い季節ですが、えー、運動会やりましたかねそういうのも行われている季節ですね湿度が高かったり熱中症とかも気をつけながら、えー、過ごしていただければと思いますねでは本編これぐらいにしまして、えー、エンディングに向かいましょう、えー、ではエンディングなんですが あの一つですねちょっとご紹介ですね、えー、させていただければと思います、えー、実は浜学園ではですねあのウェブですね、えー、を使いまして、えー、ベテラン講師によるプレミアムウェブ講座というのをやっておりますあの浜学園のマイページの方から、えー、お申し込みいただけるような形になってますのでもしよろ,よろしければ1時間ぐらいのものなんですが、えー、小学2年生から6年生まで 全科目あの第1弾で今年の第1弾としてご用意できてまして、えー、あのそれぞれのタイトルを読んでいただくとねあ普段の授業と違ってですねこういうことに対してすごく特化した形でですね、えー、お話しさせていただいてますあの少しね費用いただいたりすることになりますがあのよろしければ興味お持ちいただきましたら、えー、ご覧いただけたらなというふうに思っております。 えー、ちょっと宣伝になっちゃいましたかの梅雨の時期、ですね、えー、熱中症なんかにも気をつけながらなんですが、えー、またね、うっとうしい中ですか楽しい話題、えー、また来週お会いできたらと思います。